はい。えー、どうもしげるです。え今日はですね、え4年前ですね、え2016年の1月15日に、え公開になった動画、えビーズナンバーさんと、えラウドネスニーハラさんの、え対談の話、講師の部屋ですね、えについてちょっとね、僕の意見を交えつつね、話していこうかなと思います。えお二人ともね、あの、レベルが、あの何、生体のレベルがめちゃくちゃ高い、 えー、方同士の会話、えー、プラス、えー、普通のね、生態だけどミックスボイスを手に入れることができた僕の意見っていうのをね、えー、交えるというね、あの、夢の対談、夢の対談に、あの、一般人入り込んだみたいな <laughs> 感じでちょっと話していきますけれども、なかなかね、面白いと思いますよ。えー、ではちょっと説明があったらね、いきましょう。まあ、ラウドネスっていうね、えー、 バンドがあるんですけれども、えー、そこのね、ボーカリストの新原さん、えー、まあ、これ、これ見てる方はほとんど知ってるでしょうけれども、まあ、そこの追っかけ、えー、ラウドネスの追っかけでしたよっていう風にね、稲葉さんご本人もね、えー、公言してるのでね、えー、まあ、そ、それぐらい憧れられていたと、まあ、ここにも書いてありますけれどもね、えー、そういう方なんですよ、新原さん。で、めちゃくちゃ声高いです。で、新原さんどういう感じかなっていうと、えー、 もっとベースやってたみたいでね。ええー、まあ、その対談の中、対談の話に沿ってね、行きますから。ええー、もっとベースやってて、で、ボーカル抜けたから、ええー、ボーカルやってたんだけれども、なかなかうまくいかなかったよと。うん、ただうまくいかなかったんだけど、すごいね、うまくいかなかったっていうか、ええー、別に歌うまくないし、ベースうまくないし、ええー、だけどコンテストとかそういうの出ると、ええー、めちゃくちゃ、ええー、声が、 いいねっていうふうに声だけは本当に褒められたと。で、その感じでね、ラウドネスのオーディションを受けたら、もうトントン拍子で言っちゃったよみたいな、ラウドネスのボーカルに決定しましたみたいな感じなんですよ。うん、そういう方です。新原さんっていうのはそれぐらい声の質がいい方なんですよね。で、ちなみに大学時代のね、稲葉さんの動画とかっていうのがね、YouTube 上に流れてるわけですけれども、あれは普通に、 この、普通にじゃないな、この、ラウドネスの曲をやっているっていう感じになっております。うん。だから本当にね、好きなんでしょうね、っていう感じです。で、えーと、上から行こうかな。ま、ここ、今ここ行ったな、ここと、ここ行ったから、えー、あ、まあ、いいや、ここで、いや、えーと、稲葉さん曰く、えラウドネスの曲は、すごいと、えすごい。ただ、歌いにくい。えっていうのが、まあ、 当時素人だったので、キーに関してとかね、全然知識がなくて音、音楽知識っていうのはなくて、ただ真似して歌うんだけど、なんか歌いにくいな、みたいな、っていうのが高いから歌いにくいっていうのがね、よくわかってなかったようなんですよね。だから歌いにくかったっていう感じなんですけれども、それも当然なんですよね。えめちゃくちゃ高いですから、えー、と、普通に、えーと、はい、いいとかはね、えー、普通に出すような方なので、えー、まあ、高い身ですね。うん だから、エクスジャパンのトシさんとかもね、やってるような、え音域でやるんですけど、え声の質がね、えぇ、トシさんとも違う、稲葉さんとも違う、ま、丸みのある、え丸みがあって芯のある声になるんですよね、新原さんの場合。昔の映像はそうです。えーうーんとね、割と最近のやつになるとちょっとね、発声の仕方を変えてるので、えもうちょっと細い。 けど鋭い感じになってますね、うんえー、そんな感じの発生になってます。まあほ、細いって言っても太いんだけど、だいぶ。昔に比べたら、えー、そういう風にわざと変えたと。まあ、そこら辺に関しても、まあ、キーがね、えー、下がった時に、下がっ、オクターブ下がっちゃったと。えー、その時に、えー、すごいね、あれしたらしいんですよね。あのー、まあ、ボイトレとか、改めてね、えー、改めてというか、初めてなのかな。なんかちょっとそんなようなこと言ってた気がする。 えー、ボイトルをね、ちゃんと行くようにしたと。うん。いう、経緯もあって、えー、それで、ね、変えたんでしょうね。えー、発生の仕方を。うん。そう。まあ、ちょっとね、これ上から言っていくとね、あの、時系列がね、全然バラバラになっちゃうので、えー、上からバーっと行くのはやめましょうね。うん。えー、で、これね、キーが下がった原因なんですけれども、えー、まあ、本人曰く、まあ、睡眠。 あと、暴飲暴食とお姉ちゃんっていうことなんですけれども、まあえー、やっぱ生活リズムなんですよね。うん。まあお姉ちゃんに関しては粘液がとかって言っても、粘膜か。粘膜がとかって言ってましたけれどもね。<laughs> 面白いですよね、新原さんね。うん。えー、やっぱ、酒物虫ね。うん。えー、あれ、なんかの動画でコーヒー飲みすぎて倒れたみたいな話してた気がしたな。うん。なんかね、やっぱ、<laughs> コーヒーは関係ないですけれども、えぇ、ー、とね、 あの、やっぱ生活リズムっていうのが崩れると、どんなに才能のある人であっても、えー、やっぱこういうふうにダメージがあったりするというわけですので、僕らのようなね、えー、一般の喉を持っている方、えー、もしくはちょっとね、喉強いんだけど、やっぱ稲葉さんとか新原さんすごいよっていう思うような、 方であれば、えー、生活っていうのはね生活習慣っていうのは、えー、ちゃんと整えていった方がいいですよっていうのがよく分かりますね。オクターブ下がったって言ってましたからね。うんえー、ドレミファソラシド下がったって言うと相当ですよ。一般の人よりキー低いですからね。そうすると。うん、だからそう,そうなっちゃうと良、えー、くないのでね。うん、だから、えー、稲葉さんとか新原さんのことをね、ういやいや別に大したことないよっていうふうな ふうにね、感じるような人がいれば、まあ別にそこはね、生活は考えなくてもいいのかもしれないですけれども、うん、まあ、そういう人もそうそういないでしょうと、うん、思います。うんまあ、世界、世界で活躍するアーティストですからね、二人とも。うん、で、えーまあ、そのね、えー、ボイトレの中でリップロール大切っていうふうに話してるんですよ、新原さんが。えー、で、僕思うに、あのー、んとね、 何も基礎を知らなかった基礎っていうかもう、なボイストレーナーにならう必要がなかったんで。だからこそ、えー、改めてやった時にリップロール大切だなっていうのを、えー、気づいたと思うんですよね。リップロールってやっぱ息遣いとかも、えー、感覚でね、覚えたりすることができるんですよ。口から出る息の量が限られるんですよ。あの、プルプル口やるやつですね。で、あれ、息にバーっていっぱい出すと、えー、何 ひっくり返っちゃってね。ひっくり返っちゃうというか、あの、え違うな。ひっくり返るんじゃなくて、唇がブルブルね、うまくなんないんですよ。強すぎると息がね。そう、だからこそ、その息遣いを覚えるためっていうのがあったんですよね。で、えもともと本当にね、能力のある人だからリップロールがめちゃくちゃね、え効果あったんだと思うんですけれども、僕ね、リップロール、ま、効果あると思うんですよ。効果あると思うんだけど、 めちゃくちゃ効果あったなって思ったことがなくて、僕は。うん。ええー、それこそミックスボイスっていうね、あのー、まあ、僕の中でミックスボイスっていうのは、まあ、高い声なんだけど、ええー、地声の筋肉の、地声を出してる時に裏声の筋肉とかもね、使うことによって高い声がね、宮原さんとかみたいなね、高い声が出るよっていう方法があるんですよ。で、その方法を得るために、リップロールはね、僕にはね、あんまり合わなかった。 合わなかったというか、効果がね、薄かったんですね。うん、えー。そう、だから人によってだと思います、ここはね。リプロールは大切なんですけれども、えー、大きな効果を得るかどうかというのは、やっぱりその人の能力値にもよるんじゃないかなって思います。で、えー、そんな新原さんが、えー、ボイトル教材を出したよって <laughs> で、稲葉さんがそのボイトルの教材、まあ DVD、 って言ってたかな。それを購入しましたよっていうことなんですけども <laughs>。めちゃくちゃね、恥ずかしがっててね、すごい面白かったですね <laughs>。あの、新原さんがね。あの、実はね、お互いをね、まあ、この後、下の方にも書いてあるんですけれども、お互いをね、尊敬し合っているので、えすごい、あの、まあね、は、恥ずかしいっていう感じでね、言ってましたね。で、えーっと、そう、えそのね、えー 歌うときにですね、やっぱギターもね、やっぱ、向上心高い人って結構いて、えー、ギターで歌うまい人って結構いるんですよ。ボーカルよりギターの方が歌うまいって、ね、かなりいて。で、えー、高崎さんっていう方のはずなんですよ。ごめんなさい、僕ね、あんまね、本当にね、えー、もう超、超有名、本当に超有名なんですけれども、いや、絶対合ってる、絶対高崎さん。うん。えー、なんですけれども、 えっと、その方も歌を練習したと。カラオケで練習してたっぽいんですけれどもねえ。そしたら、めちゃくちゃね、発声が上手くなっちゃったみたいで、あの、新原さんを超える勢いの発声を,を身につけてしまったと。きっとね、あの、もともとね、能力値高かったんだと思うんですよ。うん。えー、で、えーはいえー、っと、動画内ではね、ハイジー、ハイジーとかハイ A とかっていう風に言ってるんですけれども、多分、ハイジーとハイハイ A のこと、 だろうなと思うんですよ。うん。えハイハイ A っていうと、えー、えー、高いっすよ。<laughs> 高い。えっ、ー、と、曲中でね、えー、使うことは、まあ、ほぼこ、えー、歌詞を乗っけて出すことはほぼない。えー、これをね、えー、裏声じゃない状態で出すっていうことなんですね。新原さんほどの、えー、実力者だったら、その裏声か地声かっていうのをね、あのー、 なんとなくね、感じ取ることができると思うんですよ。うん。えー、で、それで、いや、本当にすごいっていうふうに思えるってことは、地声でちゃんと出してるってことなんですよね。うん、えー、まあミックスボイスってやつです、これが。えー、それをギタリストができるようになってしまって、音源をね、作ってくれるそうなんですよね。えー、仮歌とかも全部高崎さんが、えー 入れてやるんですけれども、あまりにも上手すぎて、えー、それを再現できないっていうふうに言ってました。うん、じちょっとね、それも聞いてみないですよねちょ。相当やばいんだと思うんですよ。<laughs> うん。でもそ、それに、あ、ちなみにね、あのビジュスの、えー、方は、えー、鼻歌だったりとかそんな感じでって言って、えー、音源だけなのかな。 あ、ちょっとそこしっかりあれだった。ここ,こはね、ビーズファンの皆さんの方がね、えー、詳しく知ってると思いますんでね。うん、えー、なんかコメントとかしといてください。えビーズ、うん、はこういう感じでやってるよとかっていうね。結構アナログなんですよね。うん。えー、だからパソコン使ってとかそういう感じじゃないんですよね、ビーズって。そうそう。で、まあまあまあ、そういう感じで、まあ、えー、ギターの方はそういう感じで、もう歌がね、超上手くなっちゃったって。で、ここで発生するのが、ここ超大事なんですよ。 ギターが歌うようになると、えー、ま、うるさくなるっていうのはね、あの、ニハさんも言ってたんですけれども、それはもう当然なんですよ。え、プラス、ボーカルの気持ちがわかるようになるから、無理をさせないようにな、なるんですよね、うん。これはね、本当にそう、超大切なことなんですよ。うん、無理をさせないようになります。うん。えー、で、これ、特にそうなんだけど、 アマチュアのね、バンドだとね、もう全然ね、もうこれがね、できない人たちがすごい多い。うん、もうこればっかなんですよ。うん。だこれが、えー、ちゃんとね、ボーカルのことを思いやる気持ちがあるところは、やっぱバンドとしてまとまりもあるし、長続きしますよね。で、うまい。だんだんうまくなっていく。みんながうまくなっていくっていう感じです。で、えっ、ー、と、 えー、ビーズの松本さんはそこら辺ね、よく理解していて、えー、ご本人がね、そんなバンバン歌うとかっていうのは、ま,あ、まず、んないんですけど、なんか、ホテイさんになんか、あれだったの、ちょっと歌ったやつを作った時に、ホテイさんに歌うギタリストにな,なりましたね、みたいなことを言われてた気がするんですけれども、ね、あのー、普段全然歌わないんで、うん、で、えー、だけど、えー、 そこね、えー、ちゃんとわかってるんですよね。やっぱ耳がいいですよ。えー、あのー、松本さんは。うん。えー、松本さんは耳がいいから、えー、ちゃんとね、そこを理解してあげられるような感じでね。そこに関してね、稲葉さんは本当にね、そこに苦労はなかったと。えー、そういったね、うん、無理させられるようなことはなかったっていうことを言ってましたね。うん。で、えー、っと、は、そうだな。 えー、これ、まあ、えー、外国でね、えー、英語の、えー、英語でね、歌わないと売れない時代だったので、当時は。えー、何年なのえー、何年なのちょっとわかんないな。うん、まあ、あの、新原さんたちが先人切って、こう、乗り込んでったみたいな、ね、感じなんで、外国に。そう、なんでね、えー、その時は英語でしか受けが、 よくなかったと。今はね、えー、逆にもうどうせうまく歌えないんだから、日本語で歌ってくれっていうふうに言われるらしいんですけれどもね。まあ、とにかく、英語の発音は難しいと、いうことを言ってましたね、うん。やっぱ日本語、でも日本語のね、発音もやっぱ難しいんですよね。で、稲葉さんなんかは、えー、英語と日本語の、えー、発音をまず、 あ英語で表記してるところとかも当然ね、今の J-POP じゃないな、そのまあ、日本の曲ね、えー、っていうのはあるじゃないですか、当然ね、えー。そこでね、発声が難しいところを英語でね、やってみたりとかっていうのもしてるっていう,ふういうふうなね、話をしていました。だから、うん、いろんな言語を知ってる、いろんな言語っていうか、まあ、英語と日本語で十分だと思うんですけれども、を使いこなせる人はやっぱ強いですね。うん。 やっぱ、うん、ちょで、その動画内でね、ニハルさんが喋ってる、えー、は、発音、いや、こう、ちょっと深い感じにね、発生するようにしたっていう、喋り声もね、んっていうのを聞いて、それゃ話してるのを聞いたときに、あの、かなり違いがわかるんでね、すごい面白いシーンですよ、そこのところ。何分かわかんないんでね、最初から全部見てみてください。で、えー、っとね、稲葉さんは実は、 ま、どこ内でおっしゃってるんですけれども、いつもね、歌うようにしてると。で、えー、ま、時間にしたらね、1時間半ぐらい歌えるときは歌ってますよということなんですけれども、なるべく毎日歌うようにしてる。えー、理由としては、えー、落ちるから、うん、あの、能力が落ちるから、えー、その、落ちたときに、えー、そこまでね、 同じレベルに持っていくまでにすごい労力を使うから、えー、なるべく落ちないようにね、えー、毎日継続して歌うようにしてるよっていう話なんですよね。うん、まあ、実際に、ね、は本当にそうなんですよ。で、筋トレとかっていうのは別に必要ないんですよね。えー、喉に関しては筋トレは必要ないんだけど、やっぱ歌う筋肉っていうね、まあ、生体筋もあるし、首の筋肉もあるしとかね、そういった、えー、筋肉を ある程度の状態で維持しておくことっていうのはやっぱり必要なんですよ。うん。えー、だからこそ、えー、いつも歌うようにしてる。えー、何にも喋らないとね、やっぱね、声ひっくり返っちゃったりするんですよね、普通に。うん。えー、だからね、こういう努力を稲葉さんですらしてるのであれば僕らもね、やっぱね、えー、まあ、ここまで歌わなくてもいいんですけれども、えー、ちょっとね、歌うぐらいはね、しといた方がいいと思います。あの、常に変化を、えー、求める場合はですね、 練習中に、こう、いい意味での変化ねで。成長という変化を得るためには、常に、あの、ある程度のレベルでね、えー、あ維持しておかないと、えー、いけないです。うん。だからそれを、えー、僕の場合はね、2日に1回とか、まあ3日に1回とかでもいいと思うんですけれども、えー、まあそんぐらいで歌うぐらいかな、ペースとしては。うん。 えー、稲葉さんほど、まあ、稲葉さんはね、もう歌をもう完全になりわいにしてるので、まあ、落とすわけにもいかないしっていうのもあるんですけれども、まあ、僕は年齢的なものもこれちょっとはね、えー、関係してきますので、えー、なんとも言えないんですけれども、時間に関してはね、うん、えー、若いうちは、えー、そんぐらいでも大丈夫かなっていうふうに思います。うん。えー、まあ、あ、だから、 90分ではなく、例えばじゃあ、本気で歌う時間を30分で、1日30分ずつとかね、そういう感じでもいいんじゃないかなというふうに思います。あの僕らの場合はね。うん。か、えー、2日に1っ30分ずつとかもいいかなって思います。うんまあ、僕の場合ね、3日に1回とかって言いますけども、結構長く歌ったりする時もあるんでね、うん、えー。そんな感じですよ。うん。はい。で、2人の意見。 で、あの、ま、共通点でもあったりとかね、えー、意見だったり、意見ではないところもあるんですけれどもね、実は今回それがね、は、えー、初が、顔を合わせてるのは何回もあったんだけど、え喋、ー、るっていうのはね、初めてだったよっていうことらしいです。で、えー、お互いのね、意見でも、あのー、最初の方にも言いましたけれども、まあ、お互いを尊敬してるよって、そしてね、イヤモニ で、やっぱ楽になったっていうのはすごい言ってましたね。えー、生音でね、えー、生音っていうかまあ、モニターから帰ってくる音だけでやったりするとね、やっぱね、聞こえにくいんですよね。で、程よい。まあ、カラオケってあんまり声枯れないじゃないですか。え枯、ー、れますけれども、えー、バンドの日じゃないんですよ。っていうのは、バンドって自分の声がね、全然聞こえないから、えー、音でっかいとね、うん。 まあ、稲葉さんがラウドネスはすごい大きいって言ってたから、相当でかいと思うんですよね。で、その中でそれに負けないように声を出そうってやったとしても、えー、結局のところ負けるんですよ。うんえー、だって、ね、あのー、楽器のボリュームを上げちゃえば大きくなりますからねが、楽器の方は。で、ボーカルの方はね、大きくしようとすると羽織るんですよ。だから、 は、はるキーンとかってなっちゃうんですよ。だから、その限界ギリギリのところでやんなきゃいけないよっていうふうにやると、結構あれなんですよね。で、それが、えー、お客さんに届けるときは、えー、何、結構ね、いい感じに、あ、外音と中音と違うのよ。えー、ステージ上の、じゃ例えば小さいライブハウスね、えー、でス、ステージがあります、お客さん側に、えー、 お客さん側の席もあります。で、ステージ上の音とステージの外の音って、えー、違うんですよ。おあの音量のバランスが。そうそう。だから、えー、それを、何あの、イヤモニでね、あのボーカルうーん、まあ多分ね、あれイヤモニって各々のだと思うんだよな。 ちょっとね、ちゃんとあれしてないから分かんないけど、まあ、そ,それこそね、えー、まあ、おのおのつけてるんじゃないかな、ちょっとプロの人にちゃんとね、また改めて聞,聞かないと分かんないな。うん。えー、で、その、何なんだっけ、あんまね、イヤモニをね、そこまで意識したことなかったんだけれども、えー、まあ、ミスタービッグがい、ミスタービッグっているんですけどね、あの、もう、ボーカーあー、 ドラムの人がね、死んじゃったんであれなんですけれども、ええー、まあ、そのちょ、ちょっと話しそれると、そのドラムの人めちゃくちゃすごくて、ツーバスって言ってバ、バタ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 って、すごい、にゃ、あの、速い状態でね、ええー、ドラム踏むんすよ。うん。<laughs> ペダルを踏むんすよ。で、ええー、すごい速くて、それやるだけでも大変なんですけれども、バンバン叩きながら、ええー、 ドラム一人でね、ドラムのソロでちょっとやるみたいなパフォーマンスがあるとき、それをツーバス踏みながら、えー、イエスタで歌うんですよね。あの、あの、ビートルズのイエスタで歌うんですけども、めちゃくちゃうまい。歌もうまいし、息も上がってないし、なんじゃそれっていう感じなんですよね。うん。えー、まあそのミスタービッグのあれが言ってたんですけれども、えー、大きい会場でやったら、まずドラムがね、ワン、ツー、スリーみたいな、 えー、カウントするじゃないですか。えー、その、カウントがまず聞こえない、んですって。うん。まあ、当然ですよね。遠くに行ったら。そう、だからやっぱそういうのでも、えー、イヤモニとかね、えー、必要だっていうようなこと言ってた気がしたんでね。うん、そうそう。確か言ってたと思った。うん。えー、だからや、イヤモニはみんなつけてると思うんですよ。で、イヤモニやってると、自分の聞きたいね、音っていうのを、えー、 調整してね。だから、カラオケ感覚で聞くことができるはずなんですよね。うん。だから、そういう感じになっていると思います。イヤモニつけてるって相当だからね、普通ないから。うん。まあ、僕もね、イヤモニはつけたことないですね。えー、まあ話に聞くとそういう感じになっていると。まあそれだと、え歌いやすいよって。自分がね、声出てねえんじゃねえかとかっていうふうに思わなくて済むっていうことでした。うん。で、えーっと、 ライブで声の調子が悪いときがね、やっぱ二人ともあるそうで、えー、で、そういう時は、もうね、なんかね、あの、 バンドはどんどんねあ、楽器体はどんどん元気よく突き進んでいくけど、自分はうまくいかないっていうね、そのね、焦りとかがあるらしいんですけども、やっぱね、これだけ能力のある稲葉さんと新原さんであってもそれがあるんですよ。ああ、これはね、非常に、えー、自分の体っていうのをね、ちゃんと理解してで、ウォーミングアップするっていうね、ウォーミングアップと体調管理するっていうのがね、非常に大切だなっていうのを感じる、えー 意見だったなと思います、うん、え実際、ちょっとね、えー、前に、ちょっと前、去年、一昨年だったかな、ちょっと覚えてないな。あの、稲葉さんがね、声が、えー、ライブ中に出なくなっちゃった、出なくなっちゃったというか、最初から声の鳴りが良くなくて、うま、ん、くいかなかったっていうのが一回あったそうなんですけれども、えー、稲葉さんですらそれがあるっていうのは、ね、やっぱね、僕らは本当にね、えー あれだなっていう感じですね。気をつけなきゃいけないなっていうふうに思います。まあ、神でもそんなみたいに思いますよね。あの、声聞いてるとね。うん、いや、本当にそう思いますよ。うん、で、えっ、ーえー、とね、ボーカルのことを考えてくれたりとか、えー、が、えー、何、楽器体が。えー、あとは、その、まあ、いろんな、えー、曲のね、 えー、曲そのまま弾きたいよっていうとき、曲から曲、次の曲にそのまま行きたいっていうときに、えー、キーをね、下げ、えー、下げたまま歌ったりすることがあるんですって、原曲より。でもそうするとやっぱね、その曲の声の出し方で覚えてるから、逆に出しにくかったりとか、えー、曲がこれ合ってんのかなっていうふうに思っちゃったりすることがあるそうなんですけれども、これね、えー、結構ね、わかると思います。あの、カラオケ行って、 で、キー。原曲ばかりで歌ってる人が一緒に他の友達と行った時に、あの、友達がね、あの、原曲じゃなくて、標準っていうね、あの、ゼロ、ゼロでね、えー、入れちゃうと、あの、歌い出した時に、まあ、すぐ気づけばいいんですけど、前奏で。前奏が短いやつだと、えって言って気づかないで、歌い出したら音外れちゃうみたいな、全然違うけど、何これっていう風になる時がたまにあるんですよ。その状態。 まあ、あの、ライブで、リハとかでね、やってるから、もう、あれだと思うんですけれども、まあまあ、えー、これもね、えー、あるあるなんだなって思いました。プロでもそうなんだなって思いました。で、えー、最後ここにね、えー、ちょっと、駆け足でいきますけれども、えー、他の歌手に関してね、話してることがありました。これはね、チェスターに関しては、えー、もう、ちょっとね、自殺してしまった。 ですけれども、リンギンパークのね、シャウトがものすごい、えー、チェスターっていうね、えー、ボーカルがいたんですけれども、えー、この時にはまだ亡くなってない、えー、ですね。うん、話してるとき、対談の時はまだ亡くなってない、えー、です。それに関しては、主にね、稲葉さんが話してたんですけれども、まあ、シャウトに関してはもう超楽にやってるらしいですよ、みたいな彼はっていう、そんな感じで言ってました。まぁ、あえー、チェスターの、えー あれはですね、あの、地声じゃないですよね。あれ裏、裏声のシャウトなんで、うん、あ全部が全部じゃないですけど、けどね、うん、あの、裏声のシャウトだから、やっぱ、えー、軽いところがあるのかなっていうふうに、えー、思います。うん。で、えー、アクセル・ローズっていうのはですね、ガンズローズのボーカルなんですけれども、えー、とにかくね、まあ、若い頃の 映像見たらもうめちゃくちゃかっこいい、うん。今はね、ちょっと太ってしまってるんですけれども、まあ声は、なんか声はね、意味わかんない感じになってます。<laughs> やばいっす。えー、6? えー6えー、いくつぐらい ?50 とか、そんぐらいなのかな稲葉さんたちよりちょっと、え、下なのかなあ、そう、えー、わかんないな。わかんない。ちょっと調べてください。えー、まあ、とにかくね、すごいと。うん。で、アクセルローズに関しては、えー、これはね、革命だって言って、 え、二人とも言ってましたね。え、稲葉さんも新原さんも、え、革命だって言ってて、え、それどういうことかというとね、もう聞いたことがないような発声だったらしいですね。え、まあ聞けばわかります。え、すごいしゃがれた感じで、え、ずっと歌うんですよ。超高音でね。うん。ただね、え、新原さんと稲葉さんはこれを裏声じゃないかっていうふうに言ってるんですよ。え、で、僕の意見、 なんですけど、えー、これね、多分ね、天才には分からないんですよね。うん。え、これね、地声なんですよ。え、アクセルローズは地声です。えー、あのね、そう、裏声であの、パワーっていうのは、えっ、ー、とね、それこそ、えっ、ー、と、どれ、 レとかミとかね、うん、えー、ハイ D とかハイ E とかの音域で裏声のあの強さっていうのは出すことがね、不可能なんですよ。うん。えー、しかも地声から行って、地声からこうグワーって上げていって、えー、その音域で、えー、こう、スムーズに切り替えることもまずできない。えー、で、えーまあバンドサウンドの中でね、うん。で、えー、さらには、えー、そういった で歌い続けることっていうのもね、ちょっとやっぱね、できないんですよ、あの、裏声では。えー、だから実はあれは字声の出し方を、えー、変えてるんですけれども、ここにね、落とし穴があって、えー、これはアクセルローズ、アクセルローズの名前あったらいよな、まず。まあまあまあ、これはいいとして、アクセルローズの喉がそういう作りになってるだけなんですよ、これ。 一般人がいくら真似しようとしてもできない。で、逆に稲葉さんや、えー、新原さん、特に新原さんはそれっぽいことを最近やり始めてるんですけれども、声えー、はできるんですよ、実は。できる。ここの方々はおそらくできる、ですね。うん。えー、そういう感じになってます。で、 えー、ま、と、とにかくね、あの、アクセルローズの、えー、場合は、革命なんですけれども、実は、喉の作りが大きく関係してるっていうのがありました。えー、っと、ここに書いてないけど、稲葉さんの、稲葉さんがね、あの、ラウドネスをカバーしたんですよね。えー、ライブで。ライブでカバーしたけど、高すぎてね、あの、ちょっと、出せませんでした、みたいな感じ。 で、キー、もう、苦渋の決断で、えー、あのー、キーを下げたっていうふうに言ってたんですよ。ラウドネスのカバーをしたときにね。で、その時えー、の、えー、稲葉さんのね、えー、映像ちょっと見たんですあまあ、流れてるんでね、その時のやつが。その動画内で、このね、対談動画の中で流れるんですけれども、えー、それを見たときに、あの、やっぱ稲葉さんの歌い方だと声がね、太すぎて、えー 一曲通して歌うことが難しいだけであって、実は、新原さんと同じ発声の仕方をすると、稲葉さんのほどの喉があれば、歌えちゃうんですよね。うん、そう。稲葉さんっていうのは、ね、それだけ声が太いんですよ。うん、そうそうそう。逆に、新原さんがビーズの歌を歌うと、多分、で、 物足りなさ。このままの歌い方で行くと物足りなさが出たりするのではないかなっていうふうに思います。まあ、どっちもね、だから歌い方をそのバンドに合わせてやってるからそういうことが起こるっていう感じですかね。で、そ、だからこそアクセルローズの発生にも多分、えー、本来はできる能力があるけれども、えー気、気づかないんじゃないかなっていう。これ、まあ、天才特有ですけれどもね、えーえー。っていう感じになります。うん。 で、えー、あとは、タイラー、す、あの、エロスミスのスティーブン・タイラーのことね、話してましたけれども、スティーブン・タイラーはね、とにかくね、えー、すごいと。<laughs> うん、えー、あいつはね、すごいっていう感じでしたね。何がすごいかっていうと、えー、リハーサルで、めちゃくちゃ声ダメなんですって。全然声が出ない。えー、声が出ないんだけれども、本番はちゃんと声が出ると。えー、っていうのはなんでかっていうと、今、こんぐらい出てない、超軽く歌ってるし、こんぐらいぜ、全然声出てないんだけど、あの、 これが、えー、当たり前だからっていう感じなんですねあの。どういうことかというと、自分の体をちゃんと把握してるから、じゃあここからどれぐらいウォーミングアップすれば、いつものレベルに達するよっていうのがもう分かってるんですよね、うん、スティーブン・タイラーは。だからこそ、えー、そんだけ、えー、リ,ハリハでね、声作るのってあんま意味ないんですよ。えー それは音のね、確認したいんですけれども、音の確認したところで人が入ると音変わるんですよね。で、音吸収するから。そう。だからこそ、あの、ある程度、えー、バランスが分かればいいよっていう感じだと思うんですよね。うん。で、その、えー、感じの、えー、把握だけっていうだけだって、歌うことを、えー、考えてないですね。あの、その話聞いていた中で。 はね、スティーブン・タイラーは、えー、きっと、えー、ウォーミングアップをせずに、えー、リハに臨んで、で、軽く歌って、で、本番に向けてお体を作っていく、温めたりね、声出ししたりしてるんじゃないかなっていう風に、えー、感じました。感じましたね。うん、っていうことでね、やっぱそこら辺って生で見てきた人たち、えー、最前線で走ってきた人たちでしか でしか、えー、知ることができない情報、えー、っていうことなのでね、非常にね、面白い、えー、対談だったなって思います。もっとね、えー、いろんな詳しいことね、動画内では話してるので、ぜひね、えー、本家の方見てください、まあ。まあ100万回くらいも再生してるから多分、ね、これに関してはほぼほぼね、えー、知ってる人は多いと思いますけれども、まあまあまぁ、あえー、それをね、えー、今僕の意見を知って、えー 上で聞くとさ、ね、らに面白いよっていう面白い見え方になるんだよっていうねなってくださいっていう感じですはい、というわけでそんな感じでね講師の部屋の対談について僕の意見を交えて話させていただきましたそれでは他の動画でまたねお会いしましょうでは